はい、こんにちは、このです。こんにちは、なしです。というわけで、今回はなしと遊びたちやっていきます。お願いします。お願いします、このさん。コネクト4、これ私ニート部の撮影参加してないから、ちょっとルールわかんないんだけど、なしがわかるくさいので、ちょっとやっていきますか。はいはいはい。そうね、まあ、やった方がすぐ覚えれるけど。あ、本当？ちょっとルールだけでも見るか。オッケー。ああ、4つ並べる、なんか見た時はある、なんか丸抜ゲームのなんかでかい版みたいな、なんかそうで重力があるから、それを考えながらねやるのが面白い。待って重力？ん？重力？上から下に落ちてくるでしょ。そうだよね。そうそうそう。五目並べとかだったら好きなところに置けるけど。ああ、そうだね。え、これでも永遠にそう横縦横斜めか。そう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 。ああ、はいはいはい。理解しました。オッケーです。じゃあもうあと飛ばします。はい。はい。ってことで、このさん先手あげますよ。あ、いいの？ランダムできるのか？ランダムできるんだ。知らんかったな。でもランダムでいいや。あ、オッケー。先手の方でも強いの？まあ、そうだよね。そりゃそうだよな。そこまではあんま開発されてないんだけど、真ん中置くのがね強いっていうのはなんとなく感じる。あ、どちらにしろ先手。まあ真ん中に置くのが強いです。それはね。なし、どうしよっかな。このさんにかぶせに行くか。あ、すごい。ストーカーされてる。なるほど。でもこれね、なんか、縦横ってよりか斜めが一番点取りやすい気がするんだよな。あ、そうなんだ。ほど。あ、結構おもろい。斜めに。斜めが強いって聞いちゃったから今。ね、どうしよっかな。なしは線って先まで考える。線って先まであるのか。この穴ぼこよくよく考えたら40個くらいしかなかった。そうだよね、斜め行かれるとね、嫌だもんね。そりゃそう、ちょっとこの辺で勝ち筋を残す。お、このさん気づくよ、なしは。あ、そうですよね。どうしようかな。あ、でも意外と何も考えず置いちゃうな、私普通に。でもそれ何も考えてないとね、気づかない間にリーチ取られてたみたいなこともあるから。そうだよね。これはどうしようかな。ここに置いてもいいんだけど、そしたらこのさんに潰されそうだしな。そうだね。素直にここかな。いや、どうしようかな。いやでもそうだよね、ここ置かれちゃうからここしかないよね、私は。そうで、まあここか。こう、下にも上にも斜めがあるから。いや、これ一番下に置かないのが結構強い可能性あるな。あ、待って、やばいな。あ、やばいな。これこのさん右から2列目置くとなしが1列取っちゃうよ。あ、やばい。でこれでなしです。悪魔的なこと思いついちゃった。ここ置いたらどうかな、このさん。置いたらどうかな。私はでもとりあえずそこに置かざるを得ない状況になしはしないといけないわけだから。まあでもなし、私もそうだよね。リーチ取るしかないよね、この。私がリーチ取りに行くしかないよね、こんなん。え？あそこ入れると何が起こるんだ？全然分かってないんだけど私。いや、私このゲームめちゃくちゃ弱い可能性あるな。全然ダメかも。このさん、なんでそこに置いたんだろう。あんま考えてない。で、そう、これこのさん、ここの列ね、多分ね、ナッシーが置いてもこのさんが置いても勝ちなんじゃないかな。これはナッシーの。とりあえずナッシーが置きます。はい、するとこれナッシー斜めで取れちゃうでしょ。あー、ほんとだ、忘れてた。あー、でしかもね、このさん、これ、このさんが仮に守ったとしても、その上に今度ナッシーの横列があるから、そう、どっちにしろナッシーが勝ちっていう作戦でした。これは頭いい。そうよ、ナッシー策略家だったね。ちゃんと先手先まで見てた。いやー、すごい。普通に負けた。そう、結構ね、シンプルなように見えて考えること多いね。そうだね。もう一回やろう、これめっちゃおもろいな。これオパイチがめっちゃ弱いんだっけ。そう、オパイチさんはもうボロ負け。ああ、そうなんだ。このさんとやってもこのさんが勝つと思う。そんな下手なんだ。そんなあれ、メイさんの名前マジでなくな。とりあえず真ん中よ、これは。そうだよね。意外とついていくのがでも普通に強いよね。これはもうハンバーガーみたいに重ねにいく。ああ、意外と端も強いんじゃないのかな。意外となんか後から生きてくる気がする、さっきみたいに。なるほど。はいはい。これでとりあえず1リーチもらいました。本当だ。このさん、オセロみたいに端取ってくるね。いや、なんか端が強いんかなーってなんとなく。確かに端もね、大切だからな。こっからだよな、考えなきゃいけないのは。そうだよね。いやでもここはシンプルにこうしよう。はい。どうかな、このさん。これでちょっとコノさんの斜めを封じることによって動きづらくしたつもりだけど、うわどうしよう、うわどうしよう、めっちゃ難しいねこのゲーム。難しいっしょコノさん。でもねコノさん、うん、コノさん多分ねこれで詰みなんだ。え、こうでしょ。あ全然考えてなかった。全然勝てない。全然勝てないわこれ。そうこれね得意不得意結構分かれるタイプの。あめっちゃおもろい。もう一回やろう。もう一回やろうこれ。もう一回やろう。めっちゃ面白い。いやめっちゃ面白いわこれ。でも私全然楽しいけど、うん、このゲーム勝てる感じは全然しないです。全然周りを見れてないので。意外とね端っこ弱いんじゃないかな。いやでもどうなんだろう。どうなんだろう。なんか奇数の位置で降りてくのがいいんで。はあ、何にも考えてなかった。まあでもやっぱ斜めがでも強いね。縦に揃えられることは普通にないね。気づかないから。そうそうそう、気づかれるから縦横は。そう斜めでなんか斜めプラス縦みたいなのがね、みんな縦に集中しすぎてってのがある。うんうんうん。おいやーこれは。素直にここに置くとそのすぐ右にコノさん置かれちゃうから良くないんだよな。だったらまあこうするしかないか。まあ重ねるか。なるほど。今の感じだと結構お互いにブロック置いてる感じがして。そうだね。そうじゃないかな。でも一番いいのはおコノさんリーチすごいところに作るね。これはだいぶナッシーもやりづらいんじゃないかなって。やりづらい。相当やりづらいな。いやーどうしよう。ここ置いた時点でもうコノさんの勝ちだから。そうなんだよね。なるべくそれまでに決着をつけたい感はある。うーんどっかでアクセント入れたいな。料理みてえだな。料理みたいなこと言い出した。いやー精神的に苦しい。お重いなナッシーにとってそのゲームだとしたら。うんああそこで斜めをコノさんは消したってわけか。ああ私は縦作りに行こうと思ったんだけど全然全然考えてなかった。そういえば確かに消せるな。オスロとかもあんま考えてやらんから、こういうゲームあんま得意じゃないかも。難しいこれ。頭が回んね。こうだ。そこに置かれるとさらにあの斜めにも拍車というかリーチがかかるのか。そうですね。ちょっと待ってよ。黄色置いて、コノさんがあそこ置いて、で、ナッシーが黄色であそこ止めるか。それが一番良さそう。コノさんコノさんあれあれあ、気づいてなかった。ああ、よかってると思った。結構最初の方でリーチしたのに、ここ。あ、全然気づいてなかった。いや、これはめっちゃ勝てると思ったのにな。コノさんが弱いんじゃなくてナッシーが強すぎるだけかもしれない。強いかもな。もう一回やろう。次最後やろう。オッケー。次ラスト。これ勝った人がもう5ポイントね。あ優しい。めっちゃ勝ってるのにそれ負けてる側が言うことなのに勝ってる側が言うんか。コノさんには優しくしたいからね。でも、うん、こうちょっと1マス開けるっていうちょっとイレギュラーなことをすることによってコノさんの頭をかく乱させる。いや。私あんま考えてないからかく乱されない。何も見つけられないから。あーリーチ作られちゃうな。どうしようかな。これはね横でねリーチ作られる前に封じとく。おお鈍いね。まあここかな。やばいな。リーチ作られてるな。フォークとコノさんにリーチ取られちゃうから、どうすればいいんだろうこれ。わかんない。こことか。ああどうしよう。いやもうリーチを取られてるんだよな。そうね。この右から3つ目積んでいくとナッシーがゴールしちゃうから。いや厄介だな。コノさんはおお左からも右からも斜め攻撃しちゃうのか。ちょっと待ってこれね考えタイムなんだよ。一旦ここ置く。一旦ね。そしたらね5個置くしかなくなっちゃうね。やばい。で。まずここで列できました。とりあえず、ここに赤を置かれるとなんか嫌だから置く。あー、なるほど。おー、なかなか厳しい戦いになってきたな。いや、どこだ？ちょっとリーチ見とかないとな。危ない。うわ、どうしよう。結構混沌としてるよな。黄色の塊と赤の塊があって。韓国封じるか。なるほどね。いや、そこを封じられるのは辛いな。こうなってくると、ちょっと作戦が狂っちゃうかもな。これも5ポイントかかってるから。なしを。あ、もう完全にルール適用させてるんだ。はいはいはい。いや、ここかな。ここが一番な気がするんだけど、がまずいような気がする。うわ、どうしよう。何もわかんない。いや、目の前が霧に覆われてて、何も先が見えない。わかるー。もうよくわかんないで終わっちゃったな。どうしよう。どうしようかな。でもこのさんは絶対ここに置けないはずだから。そう、置けないよ。そうなんだよね。とりあえず一旦ここに置こう。そう、埋まってくね。いや、めっちゃ埋まってるね。そうね。ここかな。もう閉じ込められてるからここか。はいはい。これ決着つかないってことあんのかな。いや、どっちかはつくんじゃない？さすがに。さすがにつくようにできてるかな。できてると思うけど、お互い交互に入れれば決着はつかないか。その場合は、そうだね、ここだね。ここも埋めとかないと。じゃあ、なし、このさん、なし、このさん、なし、このさん。いや、そこ私入れらんないな。そうだよね。なると。ずらすか。うわー難しいよ。うまい。これどっちが勝つんだ。これもう少なくなってきたけど、一旦このマイクとどうなるんだ。これもなんか偶数奇数の感じになってきてる。このさんが置くでしょ。で、ナッシーが置くでしょ。で、ナッシーが置いて、これまさけさかもな。あれなんか訳が見えてきたぞ。で、このさんが置くでしょ。いや、これ負けたー。いやったー。ってことで、めっちゃ熱い戦いだった。熱かったね。8対0で、じゃあ今回はナッシーの勝ちかな。はい、完全完敗。